さんこんにちは、ゆきみです。今回は私がリネアミニを買うまで愛用していたデロンギのエスプレッソマシンを紹介しようと思います。それでは早速起動していきましょう。まずはタンクが上にあるのでそちらに給水していきます。水はできれば浄水を使うようにしましょう。片手で撮影しているのですごくやりにくいです。わら。給水ができたらマシンの電源を入れます。電源が入ったら OK ランプがつくまで待機です。待機している間に私のマシンの改造している箇所を紹介します。フィルターはボトムレスに改造してあります。裏側のネジを3箇所外せばボトムレス化できますが、ハンドルがぐにゃぐにゃになるので私は一部を切断する形で加工してます。この改造はお好みでしてもらえば良いかと思います。次はスチームノズルの先端です。こちらはもともと鐘のような形をしてますが、外側を破壊して中のノズルが出るようにしています。この改造に関してはラテアートをやるには必須の改造ですが、しなくて良いモデルもあります。ではランプがついたら一度空出しをしてください。新しいマシンはこんなにお湯ので型は汚くないのでご安心ください。空出しが終わったらスイッチをスチームモードにしてまたランプがつくまで待機です。待機している間に豆を引いてタンピングをしましょう。今回使用しているグラインダーは KG364J というこれもデロンギのグラインダーです。ランプがついたら抽出です。ボルタフィルターをセットしてスイッチを一番右に回してください。ボトムレスは下から見ると面白いです。出したい量が出たらスイッチを切ってください。この後スチームをする場合はスイッチを一番左まで回しておいてください。それでは次はスチームをしていきます。まずは空ぶかしをして溜まっている水を出してください。それが終わったらスチーム開始です。スチームの力はそんなに強くないので慌てず丁寧にスチームをしていきましょう。このスチームですがノズルを改造していないと一生泡立て続ける状態になりますので、買ったらまずは改造することをお勧めします。業務用と比べるとかなり時間がかかります。手で触れないくらいの熱さになったら止めます。終わったらノズルを拭いて再度空ぶかしをしましょう。こんな感じで滑らかなミルクができたらスチーム成功です。
チームに時間がかかるので、その間にクレマが消えてしまいますので、エスプレッソを重視したい方は先にスチームしてから抽出してみてください。それでハラテを入れてみます。こんな感じで一応ラテアートもできます。いかがだったでしょうか。このマシンは1万円以下で買えてみると、合わせても3万円以内で買えるので、とりあえず自宅でラテが飲みたい方などにはおすすめです。私のマシンは使いすぎておもらしをしてしまいますが、新品はこんなに周りがびちゃびちゃにならないのでご安心ください。わら。今回の動画はこれにて終了です。ご視聴ありがとうございました。